こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということで、本題に入る前にまずね、引き直しからいきたいと思います。マジでね、そろそろやばいんですよ。だってロイが来た回数相当1回か2回しかなかったと思う、本当に。それぐらいロイにはお目にかかってないですね。はい。うわ、マジで今一瞬誰か分かんなかったんだけど。いやー、ちょっとまずいね。マジで。まずいですね。はい。ということで、今日なんですけども、アップデートね、メンテナンス来ました。新要素、超寝具、ついに来ました。で、超神級っていうのかな、超神級ダンジョンの追加、神具召喚の開催、神具召喚開催記念、復刻イベント祭、暗黒公女シーリアピックアップ、これがね、英雄祭の絆の最後になるみたいでね、絆ラストと書いております。はい、ということで、まず、まあ、シーリアね、ピックアップは今までも来てたんですけど、このね、ちょっと噛んじゃったんだけど、絆ラストということで、まあ、私もね、後日、初回はね、引くかなと思ってます。私は闇シーリアちゃんとはね、勝手にこう、因縁の戦いだと思ってますので、本当にね、どんだけあの時引いてこなかったんだろうっていう感じで、はい。で、これね、錬金あるんだけど、結構ね、ここでの狙いは渋いかなと思います。はい。でね、どっから見ていくかな。まずあれだね、復刻のイベント。これ結構嬉しいですよね。24日から、今日から、30日までってことなのでね、まあ、1週間ないぐらいなので、ぜひこれを機にね、私も全然回れてないイベントも多いので、回りたいなと思います。特にこのフェンイベは回った方が良さそう。装備も多いしね。うん。優秀なものも多いイメージです。はい。で、新要素超神具に伴ってですね、超神級クエスト、&神具召喚開催ということで、まあそもそもね、超神具とは何かっていうところ、私もね、ツイッターで結構見て、ふむふむとは思ったんだけど、まだ完全には理解してないので、一緒に見ていきましょう。パーティー内で1個のみ編成可能な超強力、装備。で、巨大ボスクエスト超神級または神具召喚で、超神具をゲットできるということです。で、超神具の強化はですね、強化素材による通常の強化のほか、専用装具や同装備による限界突破で、精錬値が上昇。で、精錬値を上昇させると、ステータスやアビリティの性能がパワーアップ。各装備の専用限界突破素材、精錬石は超神級クエストへドロップ。精錬値の強化にはね、上限がないってことなんですよね。なので、どんだけでもこう自分が気に入った装備はこう強くできるっていう。まあもちろんこのクエスト周回ありきではあるとは思うんですけど、まあ、なかなかやりごたえはありそうですよね。でね、ツイッターでも上がってたんですけども、超神具のポイントですね。入手法は、超神級、あ、継戦クエストなんだね。を、1回でクリア。なるほどね。継戦だけど1回でクリア。クエストミッションで入手できるそうです。超神級クリア時に、低確率でドロップ。超神級は現在シングルプレイ、シングルプレイのみなんだ。マルチバトル機能も追加実装予定。なるほどね。
まあ、運枠を入れる余裕があるかっていうところもありますよね。星5装備10種類、最大強化&限界突破と、線香を使った寝具召喚で出現。確率で寝具と超寝具が出現。何？超寝具絶対出るわけじゃないの？マジか、渋くないこれ。いや、しかもさ、5の装備10種類を最大強化限界突破するぐらいなら、錬金石1000個の方が良くない？どうなんだろう、猛者は違うのかな。私はそう思ってしまった。あ、でもさ、このさ、星5装備5種ってイベント装備でもいいのかな。だったらあれだよね、もうなんかめっちゃ周回するみたいな。でもめっちゃ周回だね。超寝具の強化方法、通常の強化は通常の寝具同様強化素材を使用して、あ、いつも通りですね。で、精錬値を上げるには、超寝具クエスト、あ、クリア時に、確定でドロップ、あ、確定なんだね、ドロップする精錬石を素材にして限界突破、同じ装備を素材にして限界突破、どちらの方法も素材1個につき最大3上昇。精錬石使用の場合、確率で精錬値が上昇し、精錬値が上がるほど上昇確率は下がる。同じ装備を使って限界突破した場合は精錬値が2以上確率に上昇しますと。はい。で、あ、なるほどね。巨大、今までの巨大ボスにこの超神級っていう、こうさらに上のクエストがついたって感じなんだね。なんか見覚えあるもんね、こいつら。超神具をね、獲得できる、クエスト、あ、超神具と超神級、なんか、ごっちゃになってるね。すべてが、継戦クエスト、何度も挑戦すれば勝利することができます。なるほどね。初心者さんでも、まあ、いつかは勝てるよっていうのは嬉しいですね。クエストミッション1回でクリアを達成すると超寝具ゲット。でもね、回数重ねればね、こう低確率でロボットドロップすることもあるみたいなので、まあまあ、どちら、猛者でも初心者でも挑戦はできそうですね。超寝級では各超寝具の限界突破で使用できる精錬石が確定でドロップするほか、超寝具が確率でドロップと。初回の開催期間？初回のみ4ダンジョンを上記の期間開催します。一行は日替わり。あ、なるほどね。了解です。超寝具はランク30以上。一応制限あるんですね。はい。次ですね。寝具召喚ということで。さっき言ってたね、錬金石1000個か限界突破マックス&最大強化の星5装備10種類だからね、結構、まあ、でもさ、やり込んだ人たちにしたら10種類なんてもう全然みたいな感じなのかもしれないよね。寝具召喚からは寝具や超寝具が出現、錬金石と必要な装備を消費して寝具召喚、召喚に使用する装備は、イベントや宝具召喚などで集めよう。あ、なるほどね。やっぱイベントの装備でもいいんだ。そうだよね。それに伴って復刻イベント来てるもんね。なるほど。最大まで限界突破かつ最大まで強化した星5装備10種。同じ装備は不可。なるほど。錬金石1000個。初回以降は土日開催。あ、そっかそっか。この召喚も期間が決まってて。なるほどね。初回は土日、あ、初回じゃない。初回以降は土日なんだ。各超寝具の性能公開ということで、精錬値を上げることで追加ステータスやアビリティの性能が上昇。最強の装備を目指しましょう。基礎ステータスやスキル性能は通常の装備強化で性能が向上します。画像は最大強化、最大限化突破時のもの。画像内のアビリティ性能は
例としてアビリティレベル101のもの。なるほどね。なんかこう輝きが違うもんね、なんかね。自身の魔法ダメージ 25.0%、 クエスト開始から 165.5 秒。細かくね。あ、そっか、101だからかな。味方全体の炎属性ダメージ 20.0% アップ。なるほどね。無限だからこのパーセンテージも細かいんだろうね。15秒間自身の攻撃力 50% アップ。CT 速度50か。これは14.9 秒ごとに、味方全体の攻撃力10アップ。クエスト開始から 93.7 秒間自身の氷結耐性 15% アップ。これは毒耐性、あと味方全体、あ、でもクエスト開始時から 165.5 秒って言われてもさ、パッとえってなるよね。味方全体の帰属性ダメージ 28.5。 でもありがたいよね。なるほど、なるほど。でも CT 速度はこれ結構あるのかな。でもこれ、精錬値を上げることで追加ステータスやアビリティか。ってことはこの、どうなんだろうね。アビリティ、この、攻撃力アップとか CT 速度は変わらないのかな。追加ステータスとアビリティ性能だもんね。超シングの編成制限ということで、パーティー内で1個のみ、複数編成した場合、2個目以降はステータスやアビリティが無効になり、バトル中の使用も不可。意味ないやん。複数編成した場合、左上の優先順で1個のみが有効。なるほどね。まあそもそも入れんなということですね。限定ミッション開催。あ、今回ね。はい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 。おお。まあぜひあれだね。初心者から猛者までこう、形成なのでね。とりあえずトライしてみるのがいいのかもしれないね。あ、これね、これだ。え？あ、そういうこと？はぁ。え？戻れなくない？この画面に行っちゃったら。あ、これ何？自分で、あ、自分でシュッシュとはならないのか。なるほどね。これはさっきと同じかな。超シングの確率は15。もう割とあるよね。シング85。いや、これ、ワンチャンね、ここで出れば。まあでも結局周回はしなきゃいけないしね。しかもシングだからね、本来イベントでドロップできるものを、に、こう、錬金やら何やらをかけなきゃないっていうところはあるよね。なるほどね。はい。ということで、どれだ？おー、なんか、すごいね。まがまがしいというか、なんというか。おー、あ、え？あ、そっかそっか、なるほどね。これはもう、これだけなんだ。へえ、なるほどですね。いや、面白いね、これね。はい。まあ私みたいなね、こう、シングがそもそもままならないやつなんですけども、いや、なんかちょっと面白そうだなと。自分がね、継戦クエストでどれだけ何回やればいけんのかっていうのもちょっと気になるよね。で、それがさ、こう、だんだん短い回数でいけて、いつかは1回でできたりしたら嬉しいしね。はい、ということでね、すごい猛者たちには嬉しいクエストだし、初心者からでも、こう挑戦は全然できるクエストなので面白いのかなと思いました。
今日はね、こんな雑談の動画なんですけども、後日ね、闇シーリアちゃんのガチャ引くとか、寝具召喚実際に引いてみたりとか、時間合えばクエストに挑戦する動画なんかもあげたいなと思ってます。はい、ということでね、もしね、やってみた方とかいたら、ぜひ感想の方をコメントで教えてください。はい、ということで、よければ、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。